唐津市は九州北西部の玄界灘に面しておりまして、日本三大松原の一つであります虹の松原など大変美しい自然と、唐津焼やユネスコ無形文化遺産に登録をされております唐津くんちの引山行事など魅力あふれる町でございます。各自治体で大変大きく進んでいる状況だというふうに認識をしております。佐賀県におきましても DX の積極的な推進を謳っております。唐津市でもこのデジタル化を推奨しているわけでございますが、マーケットの変化に迅速に対応をし、新しいサービスを開発するためには単にデジタル化をすればよいというわけではなく、業務の手法や働き方などこれまでの習慣や固定観念を変革することが重要だと考えているところでございます。若い方たちの流出が大変大きな課題として捉えているところでございます。事業者の皆様もですね、人手不足の状況が続いている。やはりそういった人手不足を解消するため、唐津市 DX イノベーションセンターを立ち上げて、フォーバルさんのお力をいただきながら DX 人材の派遣やセンターの運営を今賜っているところでございます。唐津市 DX イノベーションセンターはいつでも誰でもお気軽に DX に関する最先端の知識を学べ、経営課題を解決するための糸口を見つけることができます。2022年度の設立以降、これまで350社以上の中小企業の皆様にご利用いただいております。 DX 認定とですね、DX 認証ってやつを唐津で一番で取得させてもらいました。セキュリティ面を結構厳しくチェックされるんで、社内的にも何をやったらいいのかっていうのは明確になって、取得することによってクリアできる状態を作れたかなと思います。今までにない価値をですね、お客さんとかに提供できればなとは思ってます。